はい、今回もご視聴ありがとうございます。本日の動画は明星から出ているチャルメラ仙台から味噌ラーメン、チャルメラのおじさんがいます。猫もいますね、黒猫。仙台味噌がスープの決め手、辛さレベルは2になっております。あたりは 86g あたり 392kcal となっております。はい、アレルギー物質が含まれています。気をつけてください。はい、こんな感じですかね。で、賞味期限は2020、まだまだありますね。大丈夫です。原料中の 12% 仙台味噌使用しておりますって書いてますね。ビニールも取りまして、では開封していきたいと思います。開封します。ビニール開けると、はい、液体スープが見えて、はい、火薬粉末スープが出てます。はい、火薬にはキャベツ、人参と、まあ、カップラーメンの火薬肉ですね。謎肉って言ったりしますけど、うん、麺もこんな感じです。はい、こちら粉末スープも入れまして、こちらにお湯を入れていこうと思います。お湯入れます。はい、あちちあちちちあち、はい、お湯入れました。はい、熱湯で3分間待ちました。液体スープは召し上がりの直前に入れてください。まあ楽しみですね、仙台味噌の辛味噌ラーメン。はい、オープンです。はい、開けた感じこんな感じですね。ここに液体スープを入れて完成ですかね。はい、はい、液体スープ入れました。こういう感じ、まあ、辛味噌って感じだね。うん、ラー油も入ってて、この味噌も濃厚で美味しそうです。では混ぜていきます。うわー、味噌のいい香り。ああ、辛いな、匂いも。うん。うわー、いい匂い。うわー、美味しそう。どうでしょう。こんな感じです。はい。はい、完成。今回の動画はチャルメラ、明星チャルメラの仙台味噌ラーメン、いえ、うわ、非常に美味しそうです。ではこちらを食べてみようと思います。うん、いい匂い。いただきます。はい、こんな感じ。
うんうん、熱い、うん、うまい。あ、味噌が効いてるな。あ、やっぱ辛いね。うん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 、おいしい。いやー、チャルメラってこんな感じだったな、そりゃ。うん、インスタントとかもうまいけど、やっぱカップラーメンもうまいな。うん、謎肉。うんうんうん、あー、いいね。うん、違う、あー、熱いな。いただきます。うんうんうん、あー、仙台辛味噌うまい、おいしいです。おいしいおいしいおいしい。うん、はい、もしこの動画が良かったら、ぜひともグッドボタンとチャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。こういった、まあ、食レポでもないですけど、こういった食品の映像だったりとか、他のちょっと旅した思い出だったりですとか、どんどん動画として上げていきますので、ぜひとも皆様のお力を貸していただきたいと思います。はい、いろいろ上げてるんですけど、ぜひとも今回も、ね、ご視聴ありがとうございました。はい、大変感謝しております。うん、いいね。楽しめるわ。明星さん、いいね。うん、うん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 、あー、うまい。飽きないな。うんうん、うまい。うん、では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。